ちょっとあの N 字正方行列、S 円正方行列、S、これはもうですか MNK ですね。これがあの定義なんですけど、これがあの対象というのは、対象というのはあの点と S が S だってことですね。あの具体的に言うと、あの S の SIJ というふうに、あの I 行 J 列、これ I 行 J 列ですよ。そうすると、あの点値の S は、なんて言ったらいいのかな、SJI って言ったらいいのかな、あのちょうどあの点値の、あ、点値の S の例えばあの1行2列は、S の、2行1列になります。いいですね。まあ、要するにこれ対角線、点数っていうのは対角線、あ、まあ書いちゃえばいいんだな。点値の ABC、 ああ I は嫌だから J にしようか。そうするとこれ、あの AB3 次で説明すると、DEF ですか、それから GHJ ですね。で、そうするとあの、この C は、点値の1行3列なんだけど、元の行列の3行1列ですね。こういうことです。で、要するにあのこの対角線は変わらないんですけど、AEJ っていうのは対角線なんですけど、対角線は変わらないんだけど、それをあのそれについて折り返していることになりますね。 G と C、 これ C と G になってますね。これ F と H ですか、 F と H、 あ、 H と F って言った方がいいかな。まあ、というわけで、あの対角線で折り返していることになります。まあ、ですから、要するにあの対、あの点字しても変わらないっていうのは、対角線を境に変わらないってことですね。だからこの場合は、あの、この場合は、B イコール D ですか、それから C イコール G、 それから F イコール H があの必要十分条件です。で、要するにこの行列が対象だってことの必要十分条件は、この3つの等式で表されます。で、そう見ると、あのさっき の、 あの TAA ですけど、あの、ちょっと待って、問題は、まあ、これは対象行列の説明ですけど、問題は1番目は A があの N×N ならば、点値の AA は対象ですか。さっきの場合はあの M 行3列でしたね。M3、HA2A3 というレスペクトルを取ってた場合ですけど、それについて見てみると、あのこれどうなってます、ここですね。これがあの HA2A3 をあの展示したものですね。で、そうするとこれがあの点値の AA の計算はこれですね。もうちゃんと言うと、点値の A が対象だってことを言いたいんですから、点値の A はこれです。で、実際対象になってますね。あの A2H と AH2、 これはあの内積ですから等しいですね。で、 A3 と AH、 AH と A3 でここも等しいですね。で、 A3 と A2 と A2 と A3、 これも等しいですね。まあ、ですから、あのさっきの計算であの大体は分かるわけね。いいですか、さっきの計算で見えてるわけです。それで、あの実際何やるかというと、あの一般的には年数ないやつもうるさいんで、これをちゃんとあの点値しても変わらないということを示しましょう。で、そうすると、あのこれあの点値の A と点値の A ですね。ちょっといかがですけど、 AB の点値は
点地の B、点地の A でしょ。だから点地の A の積の点地はここの A の点地と点地の A の点地になります。そうするとこれ点地しても2回したら変わらないというふうに言いましたね。点地から点地の A ですね。だから点地しても変わらないんですから、だから点に従って、点地の A は対称です。これは分かります。で、2番目の問題は、丸2の問題は、これも同じような感じですね。丸2の問題は、これはデータ稼ぎにこういう用紙を使うんですけど、S が対象ですね。まあ、これは想定しているのは分散分析、分散共ですね。分散共分散を並べると対象共できるんですけど、それを想定しています。それで、これは S はちょっといきますけど、正方共ですね。K でも何でもいい、R にしとくか一応。それで、C が、N×L、それでそうすると点地の C は L×N ですね。でそしたらこれちょっと注意すると点地の CSC はかけられません。 S はですから NN ですから、これがn×n ですから、こっちが n×l ですから、ここ等しいから書かれません。でこちらは l×n ですから、この n と n 等しいから書けることができます。でそれで問題は t 示すのはこの tcsc が対象だと思います。これは簡単、また同じです。で同じとはいうものをちょっと注意すると、点地のこれかけられるとしますね。でこれは点地の C、 点地の B、 点地の C の点地の A、 これは2つやらないか、やるか、点地の C と点地の AB で分けて、で点地の C と点地の B と点地の A っていうふうにもう一回やればできますね。これに使うだけですね。でそうすると、点地しましょう。点地の CSC は点地の C ですか、それから点地の S で、で点地の C が出ますね。で今点地の C はいいんですけど、S は対称ですから S ですね。点地の S は S ですね。で点地2回しても変わらないから、これで、おしまいでして、点地しても変わらないですね。点地の C、点地の S、点地の CSC っていうのは。だから、点地の CSC は対称になります。対称行列はですね、今期出るかどうかも。まだ微妙なところですけど、後期になるといろいろ小値問題を考えたりするときにいろいろ出てきます。これはここまでです。